子供向けっていうのが YouTube の、コマンドなんだけど、古い言い方だけどね、コマンド。28センチの頃の言い方かな。まあ、NEC シリーズの言い方かな。ファンクションキーね、今も F についてるよね。28センチについてたファンクションキーって呼ぶとね。で、じゃあ、子供向けって書いたら、本当に人間の子供のことを表してますかっていうと、AI が絡むと必ずしもそうじゃない。だから、AI はね、大人の体に表した子供だから、だから、大人っていう部分と子供っていう部分の両方を自分の都合いいように使っているわけね。だからこっちもそれに対応しないと、もう、だから大人がよく子供に負けるのは、その部分っていうのはもう昔から、コンピューター登場以前から、そうでしょ？って説明したら、絶対わかるはず。